皆さんこんにちは。イレブンガールズアートコレクションセレクト展に参加している設楽雅美です。展示4日目を終えて、土日挟みまして今日月曜日スタートしたんですが、一通り、ご紹介させていただいたと思うんですけども、改めてこちら3つの作品は公演のシリーズになっていて、それぞれ両脇が夏で真ん中は秋の季節を取材したものなんですけども、それぞれの季節を穏やかな、何ですかね、空気を感じていただけるかと思います。いつも青とか緑が多いんですけども、今回はちょっと華やかな感じにしたくてお花の作品も描いております。一目見てこう明るい気持ちになるかなと思う作品になっております。明日が最終日ですので、残りの、日にちも頑張りたいと思いますので、皆様、こちらの作品持ち帰りもできますのでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。